こんにちは。心理カウンセラーの高森です。今回も私が提供しているエモーショナルリバーセラピーの中で大切にしている要素を一つ解説していきたいと思います。それは、自責の中和というものですね。自責っていうのは文字通り、自分で自分を責めるというものですね。これがありますと、クライアントさんはどういう話をされている時でも、なんかそこのピリピリした、こう、追い詰められた感じの空気がこう出てくるんですよね。で、こういう感じになっているときは、どんなセラピーテクニックを使っても、まずうまくいかないっていう感じがしますね。なぜならば、気負いがありますし、すぐに結果を出そうというふうにこう、せいてる感じがあるんですよね。まあ、それだけ自分自身のこう辛い部分、マイナスと思える部分に対して、自分で否定的になっている、そしてそれをすぐにこう消したい、変えてしまいたいっていう、ある種こう敵視をしているような状態になっているわけですから、私が大切にしているマインドフルネスっていう、いい、悪いっていうのを抜きにして、ニュートラルにそれを眺めるっていう心の状態からは、最も遠い心理状態っていうふうにも言えるんです。それだけ心の自然治癒力っていうものが働きづらくなっているわけですよね。そしてもし少しは楽になるっていうことがあったとしても、この厳しい心持ちがありますと、全然変わってないっていうような感じになって、ますます焦って頑張るみたいな形になって、行き詰まりやすいんですよね。で、この責め癖っていうのは長年の心の習慣なので、体質を変えるっていうことには、やはり時間をかける必要があったりするんですけども、それにしても、一時的にせよ、これを中和して弱めるっていうことができないと、セッションを進めることが立ち行かなくなるっていうことが、多々あるんですね。特に長年生きづらさというものを感じておられて苦しんでこられる方にはその傾向が強いに思いますね。これ自体が苦しみの原因だったりしますので、ですからこの中和というやり方をお伝えして、セッション中に軽くなってくるとセッションの進みが急に良くなってきますし、このやり方をお伝えして練習していただいて日々生活の中で使っていただくというふうにしますと、それだけでもかなり気分が改善してくるんですよね。対処法でもありますし、ずっとやり続けていると、ここの習慣も徐々にこう変わっていくという優れものですので、非常に簡単な考え方、やり方でパッとお伝えしてすぐにできる。で、これをたくさんやればやるほど楽になってくる。自責が強い方であれば、それが弱まっていくことに従って、気持ちが軽くなってくる、落ち着いてくるという作用がありますね。まあ、セッションが滞る要素っていうのは今でもいくつか説明させていただいていて、セッション中に起きてくるセラピストに対するこうリアルタイムの投影、しかも子供の頃の親子関係のネガティブな経験を引きずった、そういった投影が起きてしまうとか、あるいはいろんな心理的なアプローチが届かない、記憶としても全く出てきようがないような断片的な現象的なマイナス感情のこう蓄積感情といわれるこうエネルギー的なものとか、そういったものを解消するっていうことも大事なんですけれども、それと同じぐらい重要な要素として、この自責の中和っていうことも知っておいていただけますと、いろんな局面においてセッションがよりスムーズに進みますし、そのやり方自体がクライアントさんを非常にこう楽にしていく、変容を促すっていうことにつながる、そんなツールになっています。以上、ご参考になれば幸いです。最後までお聞きいただきありがとうございました。